仮面ライダーガイム伝承の始まりです。座りの皆様、本日はマルコム財閥主催ロックシード博覧会にようこそ。司会は私ロットンです。それでは早速ゲストの方に登場してもらいましょう。オレンジ変身ロックオン。さあ皆さんもおなじみですよね、オレンジのロックシードで変身するアーマードライダーといえば、せーのでお呼びしましょう。せーの、オレンジ、オレンジアームズ、花道、オレンジステージ。はい、大正解。本日のゲスト、アーマードライダーガイムさんです。あ、どうもどうも。あのロットンさんでしたっけ。俺は結局何をしたらいいんですか。ちょっとなんか喋ってくださいよ。ほら、どうして戦っているのかとか。あ、みんなこんにちは。俺はチームガイムのアーマードライダーガイムだ。誰かを守るために俺ができることって考えて、このガイムの力を使っている。まだ分かんないことも多いけど、とにかく目の前で困っている人がいたら助けていこうと思ってるんだ。今日はよろしくな。はい、素晴らしいです。皆さん拍手。さて、次は何を。ちょっと待とうか。はい、もうちょっとだけ待って。あ、はい。あと5秒。4、3、2、1。うわっ、いいんですか。さあ、突如現れた謎の戦闘員アーマードライダーガイムの強さを皆さんご覧ください。さよなら。え、あれ、ちょっとロットンさん。うわ、ちょっと変な展開になっちゃったけど、しょうがない。今日は俺さ、あのロットンっていう人にいきなり声をかけられて、なんだかわかんないまま来ちゃったんだけど、ま、とりあえずあのロットンさんを探しに行くか。それじゃあみんな、また後で。ステージは整いました。こいつらに勝つことができれば、最強のロックシードはあなたの手に。変身、ロックオン。そいつら楽勝だな。それではバトルスタートだ。さあ皆さん、こち
ルバロンのリーダークモンカイト君が変身しているアーマードライダーバロンです。さあ、強さを求め続ける男、その戦いに参ります。皆さん、とくとご覧ください、アーマードライダーバロンの戦いを。ふん、この手俺にかなうと思うな。カモン、ボレーナスカー。素晴らしい。貴様の評価は必要ない。さあ、約束通りロックシードをよこせ。こちらでございますかな。そいつか、見たことのない感じだな。当然私のオリジナルですからね。ちなみにものすごいお金かかってます。何、呼ばれて出てきて、ジャ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 ーン。貴様、どういうつもりだ。力が欲しいんだろ、チームバロンリーダー、クモンカイト。ならばそいつを倒して自分の実力にすればいい。できればの話だがな。邪魔したのか。何とでも言ってちょうだい。私の目的はあんたらアーマードライダーの抹殺なんだから。抹殺だと。よそ見元気。ふざけたマネを。おっと、バロンはこの人たちを叶わないのか。どうなってんのか、バロンさん、今の事情をどうぞ。話しかけるな。おいおいおい、さすがのバロン。戦いの最中が続き、見に行くということでしょうか。それではせっかくですので、私が代弁いたしましょう。どうなってんだ、強じゃねえか。ああ、負けちまいそうだぜ。やっぱバナナがダメなのかな。うるさいぞお前。弱い、弱いスキルな。おやおや、さっきまでの威勢はどうしました。自分の実力を思い知って何も言えないってか。何も言えなくて夏か冬だけどな。ふざけるな。まだまだこんなところで終わってたまるか。ところがどっこいおしまいになったらさ。やったぜベイビー。はあ、逃げたか。まあいいでしょう、あとはガイムだけです。やはりガキですね。餌に釣られてのこのこやってきたアーマードライダーどもめ。これでロットンさんの作戦通り一網打尽でございますな。この世にアーマードライダーなど不要。イグドラシルコーポレーションも不要。世界を牛耳るのは我らマルコム財閥なのだ。力とは正義。正義とはお金。お金とは力。我らマルコム財閥。我らに買えないものはない。高いもんから順に持ってこい。行くぞ。弱ったな。結局俺は何をしたらいいんだ。もう帰っちゃうよ。本当。貴様も来ていたのか、カズラバコウタ。クモン、カイト。どうした。俺が無様にやられた姿を笑いに来たのか。やられた。誰に。問答無用だ。
カイト、お前怪我してるんじゃないのか。くっ、つまらん情けをかけるな。そんなんじゃないよ。お前のことは本気でぶつかり合わないといけないライバルだと思ってる。だからこそ怪我してるお前とは戦えない。余裕だな、カズラバコウタ。その余裕が命取りになるぞ。この気持ちがなくなったら俺には戦う資格がない。戦う資格がなくなれば誰かを守ることもできない。これは余裕なんかじゃない、俺のルールだ。お前のルールか。お前にだってあるはずだ。お前が戦うためのルールか。まったくアマちゃんだな。アマちゃんだって今すぐにでも貴様を叩きのめしてやりたいところだが、先に片付けなくちゃいけない連中が来たみたいだぜ。何？お待たせしました、アーマードライダーの諸君。ロットンさん、ちょうどよかった。探す手間が省けたぞ。自分から逃げ出したくせに何を偉そうに。私も探していましたよ、あなたにとどめを刺すために。おい、あんたら一体何が目的なんだよ。目障りなんですよね。何？貴様らアーマードライダーもユグドラシルもこの世界を救うのは我らマルコム財閥なんですよ。救うだと？支配するの間違いじゃないのか。所詮貴様らは誰かに変われなきゃ生きていけないんだ。力のないガキが突っ張るなよ。確かに俺たちは力がないかもしれないけどな、あんたらの好きにさせて黙ってるほど俺たちはお人よしじゃない。知ってますよ、だから潰すんですよこの場でね。貴様らの思い通りになると思うなよ。俺たちの力を見せてやる。力とは正義、正義とはお金、お金とは力。何言ってんだお前。力が正義とは限らないし、正義がお金なわけないし、お金だけが力じゃないぞ。だからガキなんだよ貴様はな。教えてやるよ。ほら見たか、この力こそ強さだ。そして勝った者が正義となる、今証明されただろう。違う、強さは力の証明じゃない。誰かを励まし勇気を与える力、それが本当の強さだ。わかんねえやつだな。うわしい真似を。待ちやがれ。アーマードライダーバロン君、我らマルコム財閥の理念を知っているかね。理念？パワー is justice、 力とは正義、 justice is money、 正義とはお金、 money is power、 お金とは力。結局は金か。貴様らの考えていることはユグドラシルの連中と何も違わない。俺はお前らのような連中をぶっ潰すためにもっと力が必要なんだ。その力ですらこの私にかなわないってことを思い知るがいい。もう出せない、誰もが許さない。
ロン君、それがあなたの力ですか？無様だね。君はそうやって転がってるのが一番のお似合いだよ。ふざけるな。カモン、ボレアルスター。いい加減にしろ、ガキどめ。サマラは所詮行くだけの実験道具だ。ちょっと力を得たくらいでいい。こいつはいろんなもんを売ってんだよ。適当な努力で精神ごっこして肩組み合ったりしてんじゃねえよ。うわー、青がだってお前ら見てると思い出しましたよ。昔巨大な組織の実験道具として改造された男がたった一人で己の正義のために組織に立ち向かう、こんなバカな男がいたってことをね。噂じゃまだどこかで頑張ってるらしいぜ。ダッセーよな、ダッセーよな。あれ、俺今2回言った？はい、その男の名が確か、はい、正解、仮面ライダーだ。早めーよ、そんなむさ苦しいのはよ。早めーよな。なんだ、いい話だよ、それ。なんですと？ママ、ママ、よくわかるぜ。仮面ライダーか。だったら俺だって仮面ライダーだ。仮面ライダーガイムだ。うわあ、バカが、わざわざバカの名前を名乗りやがった。バカの名乗りだ。イエス、相当だ。バカで結構じゃないか。貴様らに勝つためなら俺も仮面ライダーになってやる。青くせえのは嫌いなんだよ。みんな、今こそ仮面ライダーのことを応援する時よ。大きな声で頑張れって応援してね。いくよ、せーの。仮面ライダーと名乗ろうと頑張れと応援しようと無駄なことです。そうです、無駄なことです。イエス。もう一度大きな声でいくよ、せーの。無駄の上乗りだな。もっともっと一番大きな声で、せーの。会場のみんな、ありがとう。よっしゃ、反撃と行くぜ。仮面ライダーガイム、仮面ライダーバロン、こっからは俺たちのステージだ。止まれ、主役は俺たちだ。どこにそんな力が、その力はどこに売ってんの？いつだって歴史を変えた瞬間の力は思いの強さなんだ。どこかで変えるものなんかじゃない。オレンジアークオン、クーはっ。思いの強さか。いいだろう。
その力、我らマルコム財閥が勝った！よっしゃー、やったな、カイト。おい、大丈夫か。情けをかけるな。俺に強さが足りなかっただけだ。カズラバコウタ、次に会う時は必ず俺は貴様を倒す。クモン、カイト、受けて立つよ。そういや、会場のみんな、さっきの応援本当にありがとうな。みんなの応援はすごい力になったよ。またテレビや雑誌で俺を見かけたら今日みたいに応援よろしくな。それじゃまた会おうぜ。バイバイ。